和太鼓奏者の斉藤さんです。よろしくお願いします。ということで、和太鼓奏者が太鼓の達人できるのかどうかも検証してみたいと思います。よろしくお願いします。これやってみましょうか。いやこれ結構難しい。難しい。いやなんかじゃあ簡単で。簡単で。はい。これじゃあ僕も見ながら練習してます。うわ来た。あやばい。もう全然わかんない。いやめっちゃ動いてる。めっちゃ動いてる。皆さんこっちでやりました。あ、そうですね。隣で見てたらすごい大変そうです。僕ら連打は慣れてますけどね。見るのに。そうなんですよ。ね。あ、見ようか。やっぱこれでも遠ざかるんですよ。負荷が僕101あるってことは絶対ミスってるんですよ。打つ数が全然違いますね。3倍。あ、本当だ。いや、どんどんって打ってる間すごい打ってる。同じレベルでしてみましょう。じゃあ2人で簡単か。簡単。はい。やってみたいと思います。これだから2人でバッチリ揃ってりゃいいんですよ。すごい今だもんこれ。あ、ちょっと曲げてる。ちょっと勝ってる。これ負荷いくつ？あ、負荷6。あ、で22。さっきよりも減った。すごいだんだん熱くなってきた。さっき暖房消して早いからなんか音楽が聞こえてきた。タイミングの練習はすごい。そうですね。和太鼓はこう振りがあるから。そんなタイミングだ。僕はなんか同じ。あ、でもすごいですね。ちょっとね、残念です。斉藤さん、また動いてる。あ、動いてる。めっちゃ動いてる。こんな面白いと思わなかった。こんな熱くなるのね。大丈夫かな。ミス5以内。ちょっと雑念を入れない。例えば曲覚えてますか。また遊びに来てください。